絶望、最強、チートすぎる敵怪人4戦1体目、カッシスワーム、仮面ライダーカブトに登場。カブトの敵、ワーム集団の中心的な存在で、ブロックアップの最上位技、フリーズという時を止める技が使えるというチート能力を持っています。また、再生能力を持っており、倒されるたびに新たな特殊能力を得て復活し、見た目も変わっていきます。第2形態では、敵の攻撃、必殺技をコピーする能力を手に入れ、第3形態では、なんと2体に増え、それぞれ盾を備えることで防御力も上がってしまいました。2体目、ゲムデウス、仮面ライダーエグゼイドに登場。仮面ライダークロニクルのラスボスで最強のバグスターであり、開発者からは誰も倒すことができないと言われるほどの存在です。クロノスによって倒されてからはバグスターとしてゲムデウスクロノスになり、超ゲムデウスになったり、映画ではゲムデウスマキナという別個体も登場し、さらに巨大化した超ゲムデウスマキナとかいう存在まで出てきて、さらにゲムデウス無敵とかいうのも出てきて、もう俺も分かってないっす。3体目、ロシオ、仮面ライダーガイムで登場。オーバーロードインベスの一人でフェルシンムの王でもあります。オーバーロードという上位の存在を統率しており、バリアの生成や粘動力、時間停止、自己回復能力など数えてもキリがないほどの能力を持っており、自身を攻撃してくる相手に対して撤退するなら命までは取らないと発言するほどの余裕も見せています。4体目、アナザーディケイド、仮面ライダージオウに登場。仮面ライダーディケイドのアナザーライダーであり、アナザーワールドという別世界を創生することができます。これだけでも相当ヤバいんですが、そのアナザーワールドからオーロラカーテンを通すことでダークライダーや他作品の怪人などを呼び出し刺激することができます。これまでの作品のラスボスたちを一気に召喚したり、それらの敵は倒しても復活するという驚異的な仕様になっています。またアナザーディケイド自身の力も強く、メインキャラであるゲイツ、救い読みを死に至らしめたりと、とんでもない攻撃力を持ち、作中で正面からダメージを与えられたのはグランドジオウとオーマジオウだけであったことから、防御力もかなり高いものであると分かります。